マミコさんお金あるのにいつもファッションセンター島村間。8月29日、ドジャース対オリオールズ戦の始球式に愛犬、デコピンと共に臨んだ大谷翔平選手、30。その勇姿をスタンドで見守る妻、マミコさん、27、のナチュラルメイクにカジュアルな私服が、島村っぽい、と SNS を中心に話題に。写真、やっぱり、島村む が漂うマミコさんの金鋭。TPO に配慮したファッションセンス。この日のマミコさんはおでこを出したまとめ髪で、黒のトップスに茶色のゆるっとしたパーカー、それにジーンズを着用というカジュアルコーデでした。確かに、島村感と言われればそうですが、その存在感から安っぽく見えないのはさすがだなと思います。スポーツ指揮者。これまでのマミコさんの観戦コーデを見てみると、 基本的にジーンズなどのパンツスタイルにスポーティーな上着です。派手な色味も好まないようでアースカラーが中心。一般人の私たちが着たら、部屋着、と言われてしまいそうですが、マミコさんは180センチの長身に筋肉を蓄えたメリハリボディなのでどんな服を着ても部屋着には見えない。TPO にあった見事なファッションセンスをお持ちだという印象を受けますね。と、スタイリスト経験者が話す。 続けて7月に行われたドジャース選手の妻たちによる通称奥様会ではいつものように髪の毛をまとめずにサラサラヘアを外羽にしシックなモノトーンコーデを披露していましたこの時はパンツスタイルも封印しロングスカート姿あまたの欧米の美女妻に囲まれても引けを取らない美しさで称賛されました欧米の女性に囲まれると日本人女性は小柄で身をりしがちですが マミコさんはそれが全くない。諸外国の美女と肩を並べられるのはさすが大谷翔平の妻。SNS ではマミコさんのファッションセンスに疑問の声もあるようだが、ファッションは TPO が肝心ですが、マミコさんのセンスは抜群だと思います。7月に行われたレッドカーペットショーでは胸元がざっくりと開いたノースリーブの真っ白なパンツドレスを着用。 胸元が開いている場合はパンツを選ぶなど、いやらしくならないポイントを抑えている。この日は夫妻での登場で、大谷選手は茶色のジャケットスーツでした。色の選び方からすごくセンスのある方だなと思いますね。大谷選手も取材で、夫婦で話し合って茶色と白のコーディネートにしたことを明かしていました。どう、元スタイリスト、以下どう。一歩間違えると炎上も。 感染時のカジュアルコーデも正解だという、バッシングされないポイントをよくわかっているなと。例えば元 AKB48 の板野智美さんは、夫、東京ヤクルト高橋慶二投手の感染で自身のブランドのワンピースを着て宣伝したり、露出の多いキャミソールを着たりして反感を買ったことがあります。あくまでも主役は球場にいる夫。 控えめな予想多いで目立たないよう配慮するマミコさんは妻としてのセンスも抜群だと思います前陣未踏の50から50達成にエンジンがかかっている大谷選手を支えおしゃれにかまけている暇もない